はい、どうもゼノプロです。よろしくお願いいたします。シャス。やべえやつおる。私今日体調悪い日なんだよね。こういうの勘弁してほしい。カレー嫌い VS 大食感のカレー早食い対決。世の中にはカレーが嫌いな人もいるんですよ。私はね、全国の小学校の先生に言いたい。宿泊学習でカレー作る文化やめろ。辛かったんだぞと、こちらは言いたい。調理実習、大体カレー。もう良くないよ、こんな風になっちゃうからね。そんな風にはならお前だけ。今日用意したのはこちら、金沢カレーです。金沢カレーはね、ルーにソースを入れてるんですよ。なんか普通のカレーが嫌いな人でも、もしかしたら食べれるかもしれない。今日は大食感ポタくんが 1.5 キロのゴーゴーカレーのカレーを食べます。そして私はレギュラーサイズのカレーを食べます。そしてね、ポタさんの方がもしかしたら有利かもしんないけど、私よりももし早く食べきることができたらご褒美があります。おお、それはこちらだよ。僕たちは一つの光、矢沢莉子のぬいぐるみです。めちゃくちゃ可愛いんだよね。で、ポタちゃんがもし私よりも食べるのが遅かったら、これは私のものになります。やめて、富山のアニメート1個しかなかったんだから。これそしてアマゾンももう売り切れてます。大人気商品。まあ私もね、好きになりたいんだよ。だって私さ、カレー好きそうな見た目してんじゃん。好きな食べ物何って聞かれると絶対カレーとラーメンって言ってそうじゃん。可愛らしくてさ、私チョコレートとか好きなんだよね。女子いきますよ。よーい、スタート。いただきます。いや、買った。え、冷めてるからかわかんないけどさ、ガトーショコラに見えてきたよ。美味しそうじゃん。うまっ。あ、でもリアクション的に全然なんか食べれそうなリアクションじゃない。うん、私カレーパンは嫌いだけど、カレーはいけるのかもしんない。ちょっと待って、やばいじゃんそれ。あとシャバシャバカレーは嫌いなんだけど、うん、ドロドロカレーは食べれる。お前の得意分野しかねえじゃん。じゃあちょっと待って、やばいやばい。いや、僕の家族みんな大食いなんすよ。うん、うん、だからうちで行ったらみんなこのメジャーカレー食べるんで。え、たまたま友達に会った時に、お前んちみんなそれ一人で食うみたいな。そんぐらい余裕。みんな身長大きいもんね。カレー食べるとき混ぜる派？知らねえ。カレー食べんやつに聞く質問じゃなかったの。あと、ゴーゴーカレーのこのメジャーカレー食べるコツは、先に揚げ物系をね、食べてしまうのよ。うこの断面がさ、なだれ落ちないの。固まってるんだよ。うん。なんかさ、拒否反応なんかわかんないけどさ、かゆ、うん、いんだけど、喉。あれ、アレルギー？そうなんかな。カレーアレルギーもしかして。しかも体調悪い日にこれさせるの鬼だよね。いいって言ったじゃん。僕はやめとこって言ったんだよ。そしたらゼノ、いや、そういうんじゃないから、動画撮らんなんかよ、みたいな。熱いこと言っとったよ。忘れたん、自分。例えば昨日アニメートにさ、ぬいぐるみ買いに行ったんだけどさ、うん、銀ちゃんのグッズ見つけた時に、私がさ、大興奮してさ、マジでなんかキュンってしてしまったんで、ね、それはアニメートでさ、結構でかい声で言ったらポタちゃんにガチギレされてさ、マジでマナーないなって思ったの、あれは。怖かった。やばい、普段ご飯食べなさすぎるからさ、お腹いっぱいなんだけど。でももう半分食べとる。めっちゃ早い。でもポタちゃんも半分だよ。うん、うめえというかマジで、うん、やばい。美味しい。うちカフェのカフェオレグランデ。いや、ゴーゴーカレーをね、作ってる人を侮辱したいわけじゃない。私はただただカレーを侮辱したいだけなんだよ。ゴーゴーカレー以外もココイチも巻き込んどる、それ。おい。状況悪いよ。待って、ポタちゃん有利じゃない？余裕でしょ。余裕ではない。 1.5 キロだよ。だってこれ量がかさむとさ、ペース落ちるじゃん。落ちてないよね。いや、マジでね、美味しすぎてマジ箸が止まらん。いや、この場合はスプーンと言うべきか。みんなの勝負になんないじゃん。発作？美味しくない。最初の一口、あれ、ちょっと美味しいかもって思ったけど、カレーの味する。いや、じゃあカレーのどこがダメなんか教えてよ。でもこれ言ったら怒られるじゃん。怒んないでね、じゃあ。うん、カレー嫌いの意見だよ。うん、しかも妨害入った。え、嫌いなの、そこなの、理由。でもな、掃除って嫌いなんだけど、小さい頃からカレー苦手で、カレー小級の時期あるじゃん。王子様のカレーからポケモンカレーになって、ね、ポケモンカレーからバーモンドの甘いカレーになる時あるじゃん。うんうん、あの時期に、うちなかなかポケモンカレーに行けなかったのよ。辛いの苦手なんだって最初は思っとったん。うん、で、周りの人みんなカレー好きだから、私すっごい真似っ子だったから、カレー好きだったんよ。でも気づいたん、あ、これカレー嫌いなだけだって。なんか明確な理由があるわけじゃなくて、生まれた時か口に合わんのやね。そういうのない。でも僕も例えばほうれん草とかだけど、生まれた時か無理、あれは。あ
カツうまうまいよ、カツ。ゼノンの現状です。でもすごい、もうゼノンもね、なかなかのペースで食べとる。もうあと3分の1ぐらい。じゃあポタもうあと3分の1ぐらいかな。僕もね、いい勝負になってきたよ。フィギュアでリアクションするに決めてもらっていい口からカレーで取る。これに負けたら銀ちゃんに嫌われる。あげそう。お宅見てればあれでしょ。ちょっとさ、一回休憩してくれん。無理。こっちもね、僕一回やさばがかかってんだわ。米終わります。さあ、あと揚げ物と卵。銀ちゃん、こんなの最初から勝負見えてたじゃん。いつも食べれる量持ってくんじゃねえよ。大食い対決じゃないから、早食い対決だからね。頑張れゼノン。女の負け戦じゃん。ねえ、今日だよ。ねえ、あとちょっとだ。ごちそうさまでした。ゴーゴーカレーうますぎる。幸せ。え、なんかゼノンさん途中卑怯しちゃいませんでした？いや、意義あり。大食いの人がもともと食べれる、うん、大食いの人が食べれる量持ってきてさ、朝食の人が食べられない量持ってこられて嫌いなものそんなの負け試合じゃん。違うじゃん、早食い対決ってことだったでしょ。だから僕が通常の3倍のカレー食べるの。でもだってこれいつも注文してるって言ってたじゃん。いつもこれ注文してる。言ってないよそんなの。え、じゃあなんで私普通のサイズなの、おかしくない？だってゼノが普通のサイズだって。ポタちゃんこれさ大きいよって言われたからさ、あ、じゃあいつも食べてない量なのかなって思うじゃん。あ、そう。いやでも米の量はいつもより多かった。あれ、あ、え？ということで早食い対決見事ボタンの勝利です。オタクって必殺技を誰しも持ってると思うんですよ。必殺技、うん、確かに有名なんだったらコミケダッシュとか。運動してないだろうにどっからその体力持ってんだよっていうのがコミケの時のオタクの力だと思うんですよ。で、我々も一応オタク10年ほどやってますんで、その力もちろん備わってるんですよ。なので私は 50m 走を早く走るためにもホタちゃんに人質を取ってもらいます。はい、行きます。位置についてゲス N。 え、平等じゃないこんなの。僕が不利な勝負したんじゃない？私不利です、どう考えたって。朝食で嫌いな食べ物のものをさ、通常盛りで持ってこられて、好物のものいつもよりちょっと多いよ。逆で考えてみて。いい勝負になりそう。しかも僕結局プラスアルファで食べたからね。分かったよ、じゃああげるよ。はい、そこまで言われた上で僕も気持ちよくいただけませんわ。次また何かの企画でこういうのやるときに、そしたらいただきます。それまで絶対に開封すんなよ。分かった。大事に取っておいてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いなって思っていただけたら、チャンネル登録と高評価の方お願いします。今回の動画ゼノンがね散々言いましたけど、ゴーゴーカレーさんはとっても美味しいです。ゼノンがカレーが苦手なだけでした。